え最近あった不思議な体験をお、えー、話します。えっ、ー、と、なんか鼻がめちゃくちゃムズムズしたんですよね。うん。なんだろう、このうん、なんか詰まってるみたいな感じがしたんですよ。で、それで、あれなんだろうなと思って、鼻をこう、なんか、なんつうの、こう、ティッシュで、あの、ほじってみたんですよね。なんだよ、みたいな感じで。そしたら、なんともやしが出てきました。嘘です。はい。 えーっと、ということで、えー、っと、ま、あこの動画のタイトルは、えー、っと、多分えー、っと、我らが青い空、えー、っと、何、えー、っと、双子出産、万歳、みたいな、そういうタイトルになってると思うんですけど、えー、っとね、何だろう、もうね、すごいね、あの、すごい、本当この人は、うんなんかこの、うんと、まず、その、 まあね、えー、と今から言うことは、なんか僕の個人的な偏見が入ってますし、なんか入ってるんで、なんかその人とかを傷つける可能性があるんですよね。えっ、ー、と、誰かを。うん、でも、なんかあくまで僕の個人的な意見っていうことでまあ聞いてほしいです。はい。えっ、ー、と、まずね、AV10。AV10 っていうのは、なんかその、なんだろう、その、えっ、ー、と、 体を切り売りして、えっとまあ、働いている職業じゃないですか。まあねえっと、裸を、まあ、世の中に出して、でそれで僕たちみたいな、ね、彼女がいない人たちに対して映像を提供してくれるわけよねこの素晴らしい世界、この素晴らしい、ねえっと、景色を、えっと、女体という素晴らしい景色をあの提供してくれるわけじゃないですか。ねえっと、そういった あの人たち、そういった人たちって本当に、なんだろう、その結婚できないみたいなイメージあるじゃん。結婚できないっていうか、なんかその男の方が嫌がるんじゃないみたいな、そういう感じあるよね。なんか、えっと、多分俺も、なんだろう、多分ね、あの、どんだけ可愛くても多分 AV10 とは結婚しないと思うんですよね。ぼまあ僕の意見ですよ。なんでかっていうと、 まあ、独り占めしたいっていう、なんかその、なんかその、なんつうの、願望みたいなんじゃん、なんか男って、やっぱり。うん。で、それで、まで、それで、なんつうの、それを多分乗り越えたとは思うんですよ。多分、多分ね、旦那さんはどんな人かちょっとわかんないんですけど、僕は。多分、なんか、まあ、AV 女優よりは、なんかその、なんか普通の、 何つのその、まあ、AV 女優以外の職業だったら、まあ、その体とか張らないじゃないですか。ね。えっと、人にから裸とか見せてない職業じゃ、なわけない、なわけじゃないですか。ね。そういった職業の方が多分良かったと思うんですよ、多分。多分ね。うん、まあその分さ、あの、なんかいっぱい稼ぎがあるから、なんかその、えっと、旦那の収入とかがなくなっても、 まあその妻の貯金とか、まあ、ある程度の収入とかでやっていけるとかはあるかもしれないですけどね。まあ、ちなみに、あの、えっ、ー、と、青い空さんはもう多分引退してますね。うん、多分、多分ですけど。うん、で、まあね、このなんか、なんつうの、その、なんかちょっと考えるよね、やっぱり、なんか、この AV 女優とかを、なんかいつもなんかお世話になってるわけじゃないですか、僕たちって。だけど、その AV 女優の今後って、 どうなるんだろうみたいなあんまり考えないじゃないですか。うんまあ、例えば、えっ、ー、と、なんだっけ、そのまあ、全然関係ない、全然関係なくはないけどあの、なんだっけ、浅見ゆまさんが、あの、なんか一回、なんかがんになって卵巣を摘出したんだっけな、うん、確か。で、それで、なんかその、もう子供を産めない体になったわけですよね。っ、うんまあ、ていうだけなんですけど、そういうこともまあありましたよね。まあ、あと、まあ、僕が考えるのは、その、 a v 優の方は、結婚するのだろうか、みたいな、結婚してくれる男の人っているんだろうか、みたいな、そういう感じでやっぱり考えるときって、たまにあるんですよね、僕とか。だけど、うそういうことはないと。そういうことで悩んでる人を、悩んでる a v 女優さんとかを、 夏の子に道を示したよね私は結婚した、私はね、えっと AV 女優っていうその職業にもなれたし、うん、あのそのそ同時にその結婚もできたっていう、そのパイオニア、すべ、うん、てを手に入れた、そのだから,ら AV 界のゴールドロジャーみたいなそういう感じですよね、うん、この青い空さんっていうのは。うん ちょっと,、ねえっと僕の話もなんか,、えっと、なんかつも内容がなくなってきたので、えっと、ちょっとネットの反応を、ね、読んでいきたいと思います。えー、っと青い空がけ妊娠とかはなかなか勇気あるな、えっと、AV 女優って食事体そもそも、えー、低層観念を捨ててセックスという一般人には価値が与えられないものに価値を付与してもらってる職業なんだからその名前背負って子供を産むのは自由だけど何言われて何されても擁護だけはできない。 ないなあまあ確かに批判はね多分あると思います。うん、批判はね、な、うんとだろう、このなんさっきも言ったように、なんかそさっき言ったように AVJ は結婚するのかしないのかみたいなそういうなんか考えってやっぱりいっぱいの人にあると思うんですよね。だから、えっと、批判は多分あると思いますね。うん、だけどその我らがね、この青い空、ね、えっと、僕たちの、えっと、夜のお供を今までしてきてくれた そういうい、えー、お姫様としてね、えー、と何だろう、この頑張ってほしいですよね。うん、AV 女優と一般女性を比べている人がいるけど、AV 出演なんて売春だし、映像も半,半永久的に残る。えー、と子供が、えー、と生まれて母親の元の職業をした時にいじめに遭わないか、えーと、全然違うケースだよ。肯定も否定もしないけど難しい問題。あまあ、確かに。多分… その周りの人が子供が知った、多分、なんつうの、いじるっていうか、なんか言ってくるでしょうね、多分、普通に。なんか、お前のお母さん、エブジョらしいじゃん、みたいな、そういう感じで。うん、だけど、なんだろうな、この、子供ってさ、あの、なんかその、苦労を知らないから、そういうこと、やっぱ言っちゃうんだよね、なんか。うん。なんかね、親とかになったら、まあ、別に僕も親になったわけじゃないんですけど、なんか、金稼いで、あの、その、子供を養っていくわけじゃないですか。 まあ言ったら、なんか自分の金ってやっぱ自分のために使いたいわけですよ、大人って。やっぱり、そのね、日々の、あの、業務とか、えっとまあ、肉体労働だったら、えっと、体が疲れても、その、お金が貯まるとか、お金を使うとかね、お酒飲むとかね、そういったことに使うことによって、なんだろ、モチベーションになるわけだから、それをさ、なんか、 なんか自分で稼いだ金を、なんか、切り売りして、子供とかって、やっぱり育てていくわけじゃん。うん、まあ切り売りどころか、多分、ほとんど子供に全注ぎ、全振りみたいな感じの人もいると思うんだよね。うん、やっぱ、だから、本当、なんだろう、子供にはね、本当なんか、お母さんの職業は立派だなっていうことは、えっと、な,なんつうの、思ってほしいよね。うん えっと、青い空、結婚かいな、いろいろお世話になったわ。でも、えー、っと、ブログ読んだけど、子供からしたら、母親が AV 女優って絶対嫌やろ。正当化しすぎてきついな、客観視できなさすぎや。生まれてくる子には苦労をかけるかもしれないけど、頑張るくらいでいいやん。うーんなるほどね。まあ確かに結構批判が多めだな。えー、っと、 娘が AV 女優になっても否定しない親とか、その時点でだいぶあれ。えー、っと子供が自分のせいでいじめられるって分かってるくせに結局、エゴを通して、えー、妊娠してるし、やっぱり、えー、っと元 AV 女優とかまともじゃないんだな、批判を覚悟とか言ってるけど、辛い思いをするのはお前じゃなくて子供じゃん。えー、っと母親が青い空ってすげえきついあー。結構ね、やっぱりね、なんかその読んでいくと分かるけど、 やっぱり世間に対するこの AV 女優が子供を産むっていうのが、その、なんつうの、やっぱり許さないみたいな感じの意見が多いみたいだね。うん、なんだろうねやっぱり子供の目線になっちゃうのかな、やっぱり。うん、えっ、ー、と、AV 女優が子供を産むなんて子供がかわいそうって記事見たけど、発言するなら私が子供だったら親が AV 女優なんて嫌だなって発言したらいいのに。ああ、そういうこと えっと子供は、えー、っと親が選んで生まれてくるし、どんな親でも子供からしたら親だから、私だったら AV 女優が親なのは大人になってから考えると嫌だけどね、子供のうち。うんまあ、確かに、やっぱりまあみんな総じて自分に置き換えるとやっぱり AV 女優が母親っていうのはそんなにいいものとは思ってないみたいだね。う うーんとまあ他の意見はないのかな他の意見参照する意見も見てみたいな、うん、えー、っと青い空妊娠の話批判するのはナンセンスで心がない人だとか批判してる人がいじめっ子なんじゃないのとかいじめられっ子の立場から言わせてもらうと綺麗事言ってもいじめはなくならないしいじめられっ子は救われないクソくらいだわあ,あまあそうだねうん このコメントはあんま関係なな。かったな <laughs> えと青い皿がどんだけ綺麗事ごと言っても、ね、自分の母親が元 AV 女優って最悪以外の言葉見つからないちょっと検索したら自分の親のセックス動画がバンバン出てくるとかシンプルに死にたくなるわあーまあ確かにこれは ちょっとね、なんかね、確かにシミュレーションしてみたら、ちょっと昔の映像で、なんかその自分の親の、何、やってるのが見え、出てくると、ちょっと嫌かもね、確かに。まあ確かにね、うん。まあでもね、やっぱりね、なんだろ。う、例えば、うんとさ、人んちの、えっ、ー、と、話なんですよね、これって、結局。 あのなよそはよそ、うちはうち理論だと思うんですよ。うん、例えば、えー、っと、その、よそのうちに、まあ、えー、っと、お子さん一人、で、まあ、母と父の3人家族がいるとするじゃないですか。で、それで、なんか、その、えーっと、子供が悪いことして、で、それで、なんか、なんつうの、えー、っと、めちゃくちゃ、その、なんつうの、こう、 結構な勢いでビンタして、で、それで何やってんねんみたいな感じでめちゃくちゃ怒ったとするやん。で、それで、なんかもうこれでも、なんかその、ちょっとした悪いことに対して、その、めちゃくちゃ怒ってて、で、それで、その、うーんと、なんだろう、えっ、ー、と、めちゃくちゃ泣いてると。で、そこまでしなくてもいいやんっていう思う人もいると思うんですよね。だけど、 なんだろうその人にはその人の考えがあって、まあ、その人っていうのは親ですね。親には、その親には、なんかその、厳しくし、えー、と教育しなきゃいけないみたいな、そういう考えがあって、多分してると思うんで、結局そしたら何も言えないですよね。うん、だからそれと一緒で、なんだろう、その、青い空さんには青い空さんの考えがあって、やっぱりこういう行動にね、出たと思うんで、まあ、多分普通に子供が欲しかったんだと思う、普通に。うん でそれでね、ブログとか読んだらね結構ね不安な感じなんかそのえっ、ー、と何出産前の不安な気持ちとかね赤裸々に綴られてて母親ってこういうことなんだなみたいな職業とか関係ないなって思いましたね僕は、うん、まあそういう感じですね、まあ、えっ、ー、とあれですね「祝青い空出産万歳イエイ!」っていうことではい、ありがとうございました。